Number one, white, I'm a guy, Kazuki! Number two, black, Toya Shota! Number three, red, Kikure Yasuyoshi! Number four, blue, Kamiyama Takuya! Number five, yellow, Onda Chupay! Number six, green, Takashita Hiroyuki! の6名の選手でラウンド4決勝レースを戦います。とここで神山選手なんかこう余裕の表情すら見えますね。はい、一番手です。そして田頭選手入ってきた時はお尻をペーンと、ね、してましたけれども、ね、気合十分でした。はい、さあここで恩田選手ですね。それぞれの選手がポジションにつきました。それでは決勝レースいよいよ皆様最後となります。会場の皆様一体となって選手にパワーを送っていきましょう。さあ This is gonna be the last race. Let's go! Clap! 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 Let's bump it up everybody! Clap! 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 Clap!もっと行きましょう。クラップ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  Pit 6 Championship Zero Round 4 The Final Race スタートしました。改めてスタート順に選手をご紹介していきましょう。まず1番前を走るのが注目度ランキング3位です。4番ブルー神山拓也、その後ろが6番グリーンの田頭博之、地元千葉所属です。そしてその後ろ5番イエロー恩田純平、その後ろ4番手が2番ブラックの東谷翔太、そして3番レッド木暮康義、1番後方いたのが1番ホワイト天貝和樹、そして6番グリーン田頭博之一番後ろに下がりました。ここから残すは4周となります。この周回まではペーサーを追い抜くことはできません。すでにポジションの移動が起こっております。どのようにこの後影響してくるんでしょうか。ピスト6チャンピオンシップゼロラウンド4決勝レース、この後まもなく4周目、ペーサーが外れレースが加速、ペロン1、さあ残りは3周のみ。現在の先頭4番神山拓也後ろを伺っています。番手が5番恩田純平、そしてその後ろに2番東谷と続きます。誰がどこで仕掛けてくるのか。残りは2周、ここで動いてきました。3番木暮康義が動いてくる、それに合わせて4番神山もここで加速。しかしここで3番木暮さらに追い込んでいくことができるでしょうか。ここからいよいよファイナルラップ最終周、ほぼ団子状態。ここで4番神山さらに加速していきます。恩田純平がここで追いかけてくる、後ろから1番天貝和樹も来ている。さあどうなるか、ストレートフィニッシュ。さあ最後このストレートを制したのはナンバー4ブルー神山拓也。いやー神山選手のあの最後さらなる加速なんでしょうね、このパワー。恩田選手もその後ろについてしっかりと前に進んでいってる。でここで天貝選手が仕掛け始めたんですよね。
この第4コーナーを回ってきたあたりでもうここでもさらに混戦状態ですけれども、この神山選手の表情、上からの映像となります。神山選手がここで最初に入ってきて、恩田選手、そして天貝選手、東野選手と続いたでしょうか。第1位に輝いたのはナンバー4ブルーの神山拓也選手です。第2位はナンバー5イエローの恩田純平選手、そして第3位はナンバー1ホワイトの天貝一輝選手。さあラウンド4決勝、1位になったのはナンバー4ブルーの神山拓也選手です。おめでとうございます。まずは第3位、天貝一輝選手。続きまして第2位、恩田純平選手。そして第1位、見事このラウンド4を制したのは神山拓也選手です。ではまずは第3位、天貝選手、ぜひ今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、はい、悔しいです、はい、そうですよね、はい、先ほどのレース少し振り返っていただいてもよろしいでしょうか。どういったレースになったでしょうか。そうですね、もう気持ちで神山先輩に負けた感じでした、はい、なるほど。では最後に天貝選手、ファンの皆様へ一言メッセージをお願いいたします。次は優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きまして、恩田選手第2位となりました。今のお気持ちからぜひ聞かせてください。まあちょっといい展開だっただけに悔しいんですけど、まあ表彰台上がれて嬉しいです。では最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。また車検に絡めるように頑張ります。応援してください。ありがとうございます。そして見事ラウンド4 1位に輝いた神山選手、まずはおめでとうございます。どうもありがとうございました。さあ今のお気持ちいかがですか。いや天貝くんのこと、天貝くんの悔しい顔が見れて嬉しいですなんとこれも、愛のある言葉だということだと思いますが、先ほどの決勝レース、一番前からのスタートになりましたけれども、レース後半で、仕掛けていき最後は逃げ切るという形になりました。レース振り返っていかがでしたか。いや前向きだったんでちょっと展開待ちた部分もあったんですけど、もう最後は腹くくって逃げたのがいい成績につながったと思います。なるほど、そこで見事一着となりました。そしていつも気になっていたのがカメラに向かって何を叫んでいるんだろうということだったんですが、ようやくこれ答え合わせをさせていただくことができるということなんですけれども、神山選手何と叫んでいたのか教えていただいてもいいですか。いやちょっと毎回違くてちょっと最初の頃の方忘れちゃったんですけど、もう今日はフルスロットルで行くぞと言ってました。フルスロットルで行くぞと叫んでいたんですね。わかりました、もうその通りとなりました。見事優勝です。では最後に神山選手、ファンの皆様一言メッセージお願いします。いや応援してくれたお客さん本当ありがとうございました。次回呼ばれた時も一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝は神山拓也選手でした。ありがとうございます。ピスト6チャンピオンシップゼロラウンド4ベスト3は以上の3名の選手となりました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。 Congratulations!